天魔王降臨戦。敵は大勢、信長様はどうする気なんだろうな。信長様は何も言わない。策は終わりだぜ、トシエ。敵が沖縄に通るとこ、北の神道から一心する。だが吉本の守りは多い。そこで、森田攻めくる敵軍戦を引く。敵本軍から援軍を出すと、吉本の守りを薄くするぜ。奇襲するとって、ふんふんで波動を浮かべろ。どうぞ、死んだよ。何しねえぜ。だから、わしが年のもん使ってその道を探せる。それでも、出過ぎて奇襲ダメにせんでくれや。まずは三月手にこもり、瀬名氏と死を感動への道を確保しておくわけだ。信長様のお考え、秀吉の見立てとぴったりと合うぜ。道は開かれ。丸見城にこもる岡部元信を撃つ。丸見城を落として敵本人から動員を踏んつけるわけだ。野望をつけば平気だよ。中島砦は捨ておく。中島砦を攻めては敵本軍が動く。奇襲が並ぶ。を攻める敵を耐やす。ロープでの突進砲を撃てば、あとは合わせて応援を裂くから、その守りは薄くなるってわけだ。トシエは鷲津砦の織田秀俊を救援する。落ち。勝家は丸根砦の佐久間森重を救援せよ。落ち。敵将信長が召した。お見事にです。押して参る。これは吉本の敵を滅ぼす戦にあらず、天に信長を問う戦。天は信長を欲するか。敵将信長が召した。いざ尋常に勝負。信長が召した。おお、やりまするな。第六天が下、信長が修羅と戦。鳴海城が落ちた。すぐに取り戻せばよいな。わしと同じ戦争はやられたかな。マロの軍は大変。また攻撃隊を派遣しておけ。
派遣すればざっと済むの。もうそろそろ猿が戻る。全勝寺取りで見てまみえよ。であるか。いざ尋常に勝負。いざ尋常に勝負。わしについてきてくれやせ。敵将信長が召した。お見事、さすがでございますな。敵将信長が召した。お殿自らもったいなき茂雄。敵将信長が召した。お見事、さすがでございますな。今日からは今川様が終わりの殿様よ。やろうとも今川様に恩を売って損はねえぜ。大の君の下、信長が修羅とする。柴田が軍の魂見せてやろうぜ。黙って目の前の敵を撃て。それが戦場ですべきこと。さすれば自然と鬼柴田が軍の魂見せつけられるわ。雨じゃし、丸根と鷲爪落ちるまで一休みするかな。これ、この地は何と申す。桶狭間と申しまする。来たぜ。自分の守りを薄くしてるとも知らずに、これで奇襲がやりやすくなるってもんだぜ。見印奇襲を取り付け、そちらは家康の。